皆さん、こんにちは。本日はニーサ制度の最新情報 FP が解説。2023年ニーサで始める資産形成を伝授と題しまして、主に初心者の方に向けてお話をさせていただきます。えー、本日、校長を務めます、私は高山和恵と申しまして、えー、現在はですね、株式会社マネーアンドユーという会社で取締役を務めながら、ファイナンシャルプランナーとして活動をしております。 えー、少しだけですね、ちょっと自己紹介をさせていただきますと、私は今から約17年前にですね、ファイナンシャルプランナーの資格を取得いたしまして、そこから主に一般の皆様に向けて、まあ、こういった講演活動、執筆活動、相談業務という3本柱を通してお金の知識を伝えさせていただいております。これをきっかけにですね、えー、知っていただけると嬉しいと思っておりますので、どうぞ皆様最後までよろしくお願いいたします。 えー、本日はですね、えー、こちら4つのポイントでお話をしていきたいと思っております。えー、まず、はい、こちら2024年から始まる認査制度の概要というところからお話を進めてまいります。 はい。まあ、皆様もね、あの、ご存知のように、先日、えー、2023年度の税制改正大綱が発表されまして、えー、その中で、2024年からですね、NISA 制度が大きく拡充されるということが盛り込まれておりました。えー、で、ですので、まあ、最近はですね、この NISA 制度の改正が、まあ SN、SNS やニュースなどでも非常に話題に取り上げられておりまして、まあ、皆様の中でもご興味、ご関心を持っていらっしゃる方が多いのではないかと思います。 ですので、まずはですねこちら2024年から始まる n i 制度こちらの概要についてお話をしたいと思いますこちらの2024年から始まる n i 制度なんですがこちらはですねこれまでの積み立て n i と一般 n i を統合したような形になっておりますので今回はこちらの n i のことを統合 n i というふうに呼ばせていただきたいと思います。 えー、それではですね、この現行の NISA と、えー、比較をしながら、現時点で出されている情報をもとに、えー、お伝えをしていきたいと思います。では、まず対象年齢から見ていきます、えー。対象年齢はですね、こちら現行の NISA、えー、制度では18歳以上、統合 NISA でも18歳以上となっております。まあ、残念ながらですね、未成年の方は、えー、対象とはなっておりません、えー。続きまして、投資可能期間です。 こちらはですね、現行ニーサは2023年末で買い付けが終了となります。統合ニーサでは2024年からいつでも購入することができまして、こちら制度が高級化されております。続きまして、非課税期間です。 こちらはですね、現行の NISA では、まあ、残念ながら非課税期間は無期限となりませんで、現行の非課税期間を引き継ぐ形となっております。ですので、積立 NISA では非課税期間は20年間、一般 NISA では5年間という形になっております。統合 NISA の方では非課税期間は無期限ということになりました。 えですので、えー、こちらはまあいつでもですね、えー、こちらの期間を気にせずに皆様のご事情に合わせて購入することができるような制度になっております。えー、続きまして、年間投資枠です。えー、こちらは非常に大きくあの拡充がされております。現行の積立 NISA での年間投資枠は40万円となっておりますが、統合 NISA での積立投資枠ではその3倍の120万円まで投資ができるようになっています。 現行の一般認査では年間投資枠を120万円となっておりますが、統合認査ではこちらの成長投資枠というふうに名称が変更されておりますけれども、えー、こちらは2倍のですね、240万円まで投資ができるようになっております。えー、ですから、統合認査では年間で、えー、積立投資枠、成長投資枠を合わせますと360万円まで投資ができるようになっているということになっております。 えただし、こちらのいくらでもですね、投資ができるかというと、まあそういうことではございませんで、え生涯でですね、投資できる、まあ、投資上限枠というのが設定されております。で、こちらの金額は1800万円となっております。で、うち、えー、成長投資枠で投資できる金額は1200万円までとなっております。 こちら、障害投資上限がですね、設けられた理由といたしましては、やはりこう、富裕層の方にですね、有利にならないようにとの配慮から設定されたということになっております。続きまして、投資商品です。こちらはですね、現行制度を引き継ぐ形となっております。 ですので、統合 NISA の積立投資枠で投資できる商品は現行の積立 NISA で投資できる商品と同じになっておりまして基本的に国が定めた基準を満たす投資信託 ETF となっておりますそして統合 NISA での成長投資枠こちらで投資できる商品は現行の一般 NISA とほぼ同じということになっております。 ですので、上場株式や ETF、リート、投資信託といった幅広い投資商品に投資ができるようになっています。ただし、高レバレッジ投資などのですね、リスクが高い商品は除かれる予定となっております。えー、続きまして、投資方法です。えー、こちらもですね、現行の n i、えー、制度を引き継ぐ形となっておりまして、えー、統合 n i での積立投資枠での投資方法は、えー、積立投資ということになっております。 そして成長投資枠では、こちらは現行の一般認査と同じですね、一括投資と、それから積み立て投資、両方が認められております。えー、そしてですね、まあ、今回、えー、こちら統合認査で大きく変わった点といたしまして、こちら両制度の併用ができるかできないかという点なんですけれども、現行の認査制度では、積み立て認 i と一般認査こちら併用することはできないということになっております。 ですが統合 NISA ではです、ね、積み立て投資枠成長投資枠、両方が併用することができるようになりましたそして売却枠の再利用こちらもなんですが現行の NISA 制度では例えばこう商品を売ったとしてもですね年間の非課税枠というのが復活というのはこれできないようになっているわけなんですね。 ですが、統合ニー s では、こちら、商品を売ってですね、その分の非課税枠が空いたといった場合にはですね、これもう一度これ、その売却枠の再利用ができるというようになっております。で、これはどうしてかというとですね、この非課税投資金額の管理が残高ベースとなりますので、売却すれば空いた分でまた投資ができるようになったということになっております。 はいえ。ですので、まあ、今、こう、概要をですね、いろいろとご説明をしてまいりましたけれども、まあ、全体的に、これまでの、まあ、現行の、まあ、ニーサよりもですね、えー、使い勝手が非常に良くなったということが、お分かりになっていただけるのではないかと思います。それでは、2024年からのニーサ改正のポイントということで、えー、もう一度ですね、えー、まとめておきたいと思います。えー、まずは、現行の一般ニーサ積立ニーサはは、2023年末で買い付けが終了となります。 そして、新しい統合認査では、障害投資枠というのが設けられたんですけれども、こちらはですね、現行の NISA 制度の非課税枠とは別枠での投資となります。ですので、すでに始めていた方は、まあ、優位になるかなというふうに思います。ですが、現行の NISA 制度の非課税期間はですね、無期限ではなく、現行の扱いのままというところはご注意ください。続きまして、 2024年からのニーサ制度では、えー、制度が高級化、非課税期間が無期限化ということが実現いたして、えー、実現されました、えー。ですので、皆様のご事情に合わせて、いつからでもですね、期限を気にすることなく始められることができるようになっております。えー、そして、非課税期間が、えー、こちら無期限化 ということになりましたので、えー、例えばですね、えー、現行の NISA 制度では、えー、非課税期間が終わった後に、まあ、ロールオーバーするかしないかといったようなこう検討ですとか、または手続きといったようなこう手間があったんですが、そういったものがなくなりました。えー、そして、えー、非課税講座終了後にですね、 まあ、現行制度ではじゃあ課税口座に移そうかどうかといったような、まあえー、懸念点ですね、まあ、そういったこともあったわけなんですが、まあ、新しい NISA 制度ではそういった懸念点もなくなったということになります、えー、そしてです、ね、新しい制度では投資枠が拡大、えー、そして障害投資枠が設定ということになりました、えー、投資枠につきましては先ほど申し上げましたように年間で360万円まで投資ができるようになりました 障害投資枠では、こちら1800万円というところが設定されております。ですので、例えば、月30万円ずつですね、積み立てを投資をするといった場合には、まあ、5年間で積み立てが終わるということになりますし、月10万円の場合は15年、月 5, 年5万円の場合は30年ということになっております。ですので、こちらはですね、まあ、皆様の家計の状況と照らし合わせながら選んでいただければなというふうに思います。 えー、そして、えー、新しい制度ではですね両制度の併用が可能となっておりますえー、そしてまた非課税、えー、非課税投資金額の管理が残高ベースとなりましたので売却すれば空いた分でまた投資ができるようになっております。 ですので、この売却枠のですね、えー、再利用が可能になったことによって、まあ、これまではあの利用が、再利用ができなかったので、ニーサ内でリバランスをすることが難しいというふうに言われていたんですが、まあ、これからはですね、ニーサ内でも、まあ、リバランスがしやすくなるという利点があるのではないかと思います。はい。えー、ということで、まあ、ここまでがですね、えー、2024年から始まる、まあ、新しいあニーサ制度の概要ということでお話をしてまいりました。 はい、えー、それでは続きまして投資初心者の方におすすめの積みたて NISA の基本についてお話をしてまいります、えー、まだやはりあの投資をやっていない方ですとかですね、えー、またはこ NISA 制度を利用していないという方にとってみるとじゃあ今までこうで冒頭でお話ししてきたことを聞くと じゃあ、こう、2023年から、まあ、投資をするのがいいのか、それとも2024年の、まあ、制度が拡充されるのを待ってね、えー、投資をしたらいいのか、こう、どうしようかなっていうふうにね、迷われる方も多いのではないかなというふうに思います。で、もちろんこれはね、皆様のご事情に合わせてということにはなるかとは思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、えー、先ほど申し上げましたように、 現行のこの非課税投資枠というのは、えー、2024年から始まるこの、えー、投資上限額ですね、こっちの非課税枠とは別枠ということになっておりますので、まあ、少しでも多く非課税で投資をしたいといった場合にはですね、まあ、2023年からこの現行の NISA 制度を活用していただいて、投資を始めて、また投資経験を積んでということをやっていただくといいのかなと思っております。 でまあ、特にあの積立て i s につきましては、まあ、こちらの投資初心者の方におすすめということもあるんですけれども、2023年で買い付けは終了にはなってしまいますが、その後20年間という長い時間ですね、これ非課税で運用することができますので、まあ、福利効果も十分に享受することができるということもありますから、まあえー、できるだけですね、早めにまあスタートしていただけるといいのではないかと思います。 で積み立て n i のこの概要につきましては、まあ、先ほどもね、えー、ちょっとご説明をいたしましたので、後でお時間のあるときに見ておいていただきたいと思います。えー、で、まあ、この積み立て n i ぜひあの投資初心者の方に、えー、取り組んでいただきたいとは思うんですけれども、その大きな理由の一つといたしましては、この商品の選定というのが挙げられます。 というのも、積立 n i s でですね、ラインナップされている主な、えー、商品というのは投資信託ということになりますが、えー、投資信託はですね、金融機関で、えー、販売されている本数といたしましては、これ6000本もあるんですよね。 えー、ただこの投資初心者の方がこの6000本の中からどの商品がいいのかっていうのをこう見極めるというのはこれ非常に難しいのではないかと思います。まあ、その点、積み立てニーサはですね、えー、国が一般の方でも中長期的に安定的にお金を増やせるで あろろううかというといころをですね、まあ、例えばこう投資対象ですとか、えー、コストやまたは運用成績といったような側面から判断をして、まあ、これだったら一般の方でも安定的にお金を増やせるであろうと、えー、判断した商品のみがラインナップをされているというような状況になっておりますので、まあ、初心者の方でも非常にやりやすくなっているのではないかと思いますでは、まあ、参考までにということで、えー、現在積みたて NISA で対象 積立ニーサの対象商品の数というのはです、ねえー、今216本ということになっておりまして、まあ、この中から各金融機関が選んで商品を販売しているというような状況になっております。はいえー、そしてつみたて立ニーサなんですけれどもこちらの投資初心者の方に、えー、おすすめの理由といたしましては、えー、これも非常に大きい理由なんですけれども。 えー、コツコツとお金を増やす三つの、まあ、ポイントがですね、これ金備え割っている制度だからということが挙げられるかと思います。では、このコツコツとお金を増やす三つのポイントを見ていきたいと思います。で、これはあの昔からね、えー、言われている、まあ、王道のポイントなんですけれども、まあ、長期投資、積み立て投資、分散投資ということになっております。ではまず一つ一つ見ていきたいと思います。はい、長期投資から見ていきます。 長期投資はですね、長期指定を持ち福利効果の活用とありますけれども、えー、福利効果。 というのは、これ、あの、期間が長いほどね、効果を発揮するということなんですけれども、まあ、ふくりというのはですね、えー、元本に利息をどんどん、こう、組み入れて運用していくというような方法になっております。えー、積立 NISA では、毎月分配型のファンド、ね、投資信託というのは除かれておりまして、まあ、基本的にはですね、分配金をこう再投資をして、元本に再投資ですね、をどんどんしていって、 でまあ、お金を増やしていくというような積み立て方法になるんですけれども、えー、例えばですね毎月1万円を、えー、金利3%で、まあ、運用した場合、まあ、どうなるかというとですね、まあ、10年というスパンで見ていただくと とえー、こちらは、まあ、積み立て総額は120万円ということで、えー、単利と福利の差は2万円ということになるんですがこちら30年というスパンまで,です、ね、伸ばしていただくと、まあ、積み立て総額は360万円ということですけれども、まあ、単利と福利の差というのを見ていただくとこれ61万円にもななるわけなんです,、ねえー、ですので、まあ、長期でやればやるほど福利効果を、ね、発揮することができますので、まあ、まずはこう長期でじっくり増やしていくことが大切ですということですね。 えー、そしてこの福利効果を身につける、えー、味方につけるためには、まあ、金利が高いものに預ければ預けるほど効果を発揮するということなんですが例えば毎月1万円を。 30年間積み立てた場合投資元本は360万円ということですけれども例えば利回り1%で運用すると30年後には420万円3利回り3%だと30年後には約583万円利回り5%だと30年後には約836万円ということでこちら利回り1%と5%を比べていただくとこれ倍ぐらい違うようになりますよということなんですね。 えただ、じゃあこの利回りが3%とか5%っていう商品があるのかということなんですけれども はいまあ確かにですねえ国内だけに目を向けてみるとなんかこずっと低成長が続いているし、まあ、IMF なんかのですねデータを見ますと、まあ、経済成長率も日本は1.7%程度ということになっていてなかなか実感がね湧かない方も多いと思うんですが世界に目を向けていただくとえ世界の経済成長率というのは、まあ、ここ最近、ちょっとねコロナとかいろいろウクライナの影響なんかもありますが、まあ、平均して大体、ね、3%から4%程度で成長しています。 えですので、まあ、いわゆる国際分散投資と言い,いまして、まあ、世界中の資産にですね、分散投資をするような方法で運用すれば、えー、3%から4%程度のまあ利回りの享受というのは難しくないのではないかなというふうに思います。はい。そして続きまして、積み立て投資というところで、こちらはあのコツコツと無理のない範囲で積み立てということになっておりますけれども、えー、積み立て n i ではですね、 基本的には、あの、積み立て、え、投資で、投資をしていきましょうということになっておりますが、やはり、あの、投資でね、大きく儲けていこうと思ったら、まあ、一括投資で、まあ、低い金額のところでばッっと一気に投資をして、高いところで売るということをやった方が、これ、当然、あの、儲けは大きく出るわけなんですが、これ、どこがそこで、 どこが高値なのかっていうのは、これ、プロでも難しいわけなんですね。そこで安定的にお金を増やしていくためには、これ、時期を分散した積み立て投資という方法が有効になります。え例えば、え積み立てニ、えーサでですね、毎月1万円ずつ投資信託を買っていくといった場合、えー、じゃあ、例えば今月は、えー、基準価格が1万円だったといった場合は、1万割1万で一口買い付けたという具合に、口数で買い付けていくんですね。 で次の月は2,000円だったとなると1万割2,000で5口買い付けたとでその次はというと1万割5,000で2口買い付けたという具合になりますでじゃあこれ3か月目でねえ売却するとどうなるかというとこちらは3か月で投資した金額は3万円口数は8口ということです で、3ヶ月目の基準価格は5千円ということですから、8口 ×5 千円で4万円ということになりますので、えー、1万円もかったということになります。で、これね、どうしてそういうことが起きるかというと、やはり、えー、お分かりになるように、基準価格が高い時には口数は少なくしか買い付けられないんですが、基準価格が低くなった時には口数を多く買い付けることができますので、まあ、その結果、えー、平均購入単価を下げる効果がありますから、えー、こう上がってきた相場ではですね、 影響を得られる可能性がまあ高くなるということが言えるかと思います。 えそして基本的には、まあ、やはり積み立て投資というのはですね、長きにわたってコツ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 こうですね、えー、投資をしていくといったような、まあ、制度になるわけなんですけれども、まあ、長い間にはやはり大暴落する相場というのは必ずやってくるんですね。で、まあ、直近ではのコロナショックというものがございました。で、その時にぜひあの投資初心者の方に覚えておいていただきたいのは、まあ、これあの、暴落が来るとですね、怖くなって、あ、売りたいとか怖いってなってしまうかもしれないんですけれども、下がった 時こそ積み立て投資というのは口数を多く買い付けているということもありますし、まあ、例えばですね100年に一度と言われた金融危機が起きたリーマンショックこれ2008年9月に起こりましたがその時から例えば2022年の10月まで S&P500 といってねこれあのアメリカの代表的な株価指数に連動する例えば投資信託のようなものにですね月1万円投資していた場合どうだったか。 というと、えー、これ、積み立て元本は170万円なんですが、えー、資産の総額って552万円までになっているんですね。えー、ですので、これ、大暴落もえ超えてえお金を増やすことができているということになりますので、えー、暴落相場が来ても慌てずにコツコツと続けていただくということを心がけていただきたいと思います。はい、そしてえ次が3つ目、分散投資ということになります。 でこちらはですね、やはり、えー、1つのです、ね、資産にボンとお金を預けると、えーまあ、上がったときはいいんですけれども暴落したときに、まあ、資産のダメージというのは非常に大きくなってしまいますので、まあ、基本的には資産も地域も銘柄も分散しましょうということですね。でこの分散投資をする時のポイントなんですが、まあ、できればですねやはり、 値動きの違うものに、えー、分散投資をした方が効果は高いですよということで例えばソフトクリームと冷やし中華というように夏に売れて、まあ、冬に売れないというような同じ値動きをするものよりもソフトクリームとおでというように、まあ、売れる時期が違うものを組み合わせた方が、えーまあ、効果は高いですよということですでこれを資産運用の世界では値動きが違うものを株式と債券ですねこちらが王道の組み合わせになります そして、やはり国内の状況と海外の状況というのも、まあこれ違いがございますので、国内外の株と債券に分散投資をするというのが基本になります。 そうするとどうなるかというと、えー、イタリアはですね、国内の株式だけに、えー、投資をしたバージョン。えー、右は国内外の株と債券に投資をしたバージョンということになっております。で、これを見ていただくと、国内の株だけに投資をしたときは大きくボンと儲かるかもしれないんですけれども、まあ、下にですね、大きく損するときもありますよね、ということですね。えー、そしてですね、 分散投資をした場合はどうかというと、まあ、国内の株式に投資をした時よりも大きくは儲かりませんが、まあ、下振れも少ないということで、まあ、安定的に資産を増やすことができているということですね。で、これ、あの、大きく下振れしているのは、これはあのリマンショックの時なので、まあ、ちょっとイレギュラーな時ですね、ということになっておりますので、それ以外の時は安定して資産を増やすことができているということです。 えですので、コツコツとお金を増やすための3つのポイントといたしましては、この長期投資、積み立て投資、分散投資ですね、こちらを心がけていただくということをですね、覚えておいていただければと思います。 はい。そしてまあ参考までにということで、えー、こちらの金融庁が作成したデータになっているんですが、えー、こちらはですね、1995年から2015年までのまあ過去20年間において、まあ、どこにですね、えー、投資をしておいたら、えー、どれだけお金を増やせたかというところのデータになっております。でまあ、これを見ていただくとですね、やはりえ国内外のまあ株や債券に投資をして、えー、投資をした方が、まあ、お金の増え方はね、えー、増えていますよというところが が現れておりますので参考までに見ておいていただければと思います。はい、えー、そしてまあ最後にですね積立ニーサの代表的な商品は投資信託ということになりますので、えー、簡単に投資信託の基本というところでお伝えをしておきたいと思います。 そもそもあの投資信託というのはですね多くの方からお金を集めて1つの大きなお金にまとめてこれをですね運用のプロのファンドマネージャーが投資商品投資の運用の方針に従ってですね国内外の株や債券不動産などで運用していくという商品になっておりますですので運用がうまくいけば当然値上がりもしますが運用がうまくいかなければ元本が割れるということになります で、投資信託の特徴といたしましては、まあ皆さんからですね、えー、大きくこうお金をこう集めて運用するということになりますので、まあ個人投資家からしてみれば、少額から幅広い、えー、商品に分散投資ができるということと、そしてプロが運用してくれるというところが、まあこれ特徴になっているのではないかと思います。 はい、そしてあの投資信託の種類ということなんですけれどもこれあの先ほど6,000本もありますよと言ったところでね、えー、ちょっとお出ししておきましたので参考までに見ておいていただきたいと思います。 えー、そして、あの、ぜひ、あの、覚えておいていただきたいのは、あの、積み立ニーサですね。えー、こちらを利用していただくときに、必ず、あの、インデックス型とアクティブ型っていう、この、ワードが出てきます。で、こちら、どういう意味かというところで、ね、押さえておいていただきたいんですが、こちらは、投資信託の運用方法による分類ですね、によって、えー、分類されたものになっております。で、インデックス型というのは、例えば、S、S&P500 とか、あとは、日経平均株価といったように、えー、国内外の の代表的な株価指数に連動して運用される投資信託、これをインデックス型と言います。えー、ですので特徴はですね、えー、そういったこう代表的な株価指数に連動して、えー、運用されますから、コンピューターで自動運用できるということですので、えー、コストが安いというところ。 こちらが特徴的になっておりますでまた値動きもね非常にあの分かりやすいというところですねこちらのニュースなどで、えー、毎日あの報道しておりますのでまあその値動きが分かりやすいというところも特徴になっているかと思います、えー、そしてアクティブ型はですねこれアクティブと言ってる通り、えー、結構あの積極的な運用を目指していくというようなえー 運用方法になっておりますですので、まあ、たくさんある銘、まあ、柄の中から、えーまあ、アクティブなですね、えー、非常に好成績が出せるような銘柄を選び出すために、えー、例えば、まあ、経営分析だったり、まあ、経営者の方にお話を、えー、聞きに行ったり財務分析をしたりといった具合に、まあ、非常に手間暇がかかりますので、まあ、コストが高いという特徴がありますそしてまた、えー、この運用のプロのファンドマネージャーですね でもございますでもちろんインデックス型アクティブ型、まあ、どちらもメリットデメリットがありますのでどちらがいいというわけではないんですが、まあ、参考までにインデックス型アクティブ型の運用成績これ過去の運用成績なんですけれども、まあ、どちらが良かったかというのを見ておきますと過去の運用成績においてはインデックス型とアクティブ型を比べるとインデックス型の方がアクティブ型よりも運用成績が多かったものが、えー、あ 良かったものが多かったというような結果になっています。で、これの影響はですね。が、大きいのはやはりあのコストの部分というのが非常に大きいのかなと思います。 で、投資信託にかかる手数料というのは、購入時、保有中、解約時という3つの場面でかかるんですけれども、まあ、積立 NISA では購入時、解約時は基本的にはかからないということになっておりますので、まあ、気にしていただきたいのは、この保有中の信託報酬というコストになっております。 で先ほど申し上げたようにインデックス型の投資信託はこのコストが非常に安いというようなことがありますので、まあ、こちらがですねやはり運用成績には大きく影響するのかなというところになっております。 では参考までにということなんですが、やはり信託保守の違いもですね、長期で運用すればするほど大きくなるということがございまして、例えば似たような運用対象のファンド A、ファンド B というのがあった場合、ファンド A は信託保守が0.8%でした、ファンド B の方は1.5%でした。 といった場合ですね、えー、こちらは毎月1万円を運用利回り3%で運用したとすると、30年間で差額が56万円にもなっているということなんですね。えー、ですので、まあ、このコストの部分というのも非常に大きいかなと思いますので、まあ、初心者の方はインデックスファンドを活用しながらコツコツと、えー、長期で増やしていくというのが、えー、望ましいのかなと思います。 はい。ということで、本日のまとめに入りますけれども、えー、まずですね、え2024年から始まるこの NISA 制度、こちらはこれから資産運用の主役になるかと思いますので、まあ、ぜひこの概要を押さえておいていただきたいと思います。はい。そして、えー、投資初心者の方は特にですね、非課税でお金を増やせる可能性が高い積立 NISA を活用していただきたいと思います。 そして長期的に安定的にお金を増やせる制度として増やせるポイントといたしましては長期積み立て分散投資ということになりましてこちらの3つのポイントを兼ね備えた商品が投資信託ということになりますですのでぜひ皆様には認査制度を上手に活用していただいて安定的にお金を増やしていただければなというふうに思っております では最後に、えー、ゲーテですね、ドイツの文豪ゲーテからのメッセージということなんですが、えー、知っているだけでは十分ではない活用せよ、願っているだけでは十分ではない実行せよというふうに言っておりますので、まあ、何か一つでもですね、私の話でこれやってみようと思うことがございましたら、ぜひ行動へと移していただければと思います。はい。えー、それでは私の話は、えー、こちらの方で終わりにしたいと思います。どうも皆様ご清聴ありがとうございました。 皆様こんにちは。三菱 UFJ 国際投資の亀井です。ここからは少しお時間をいただいて、積み立て投資のイメージを持っていただくために、過去のデータを使ったシミュレーションをご紹介してまいります。シミュレーションに使うのは、EMAXSLIM シリーズのオーブルカントリーとハチスサンバランスの2本です。商品については最後にご紹介いたします。 まずはこちら、毎日500円を2007年の11月末から2022年11月末までの15年間積み立て投資していたらどうなっていたかというシミュレーションです。ピンクの線がオルカンに投資をしていた場合、青い線の方が8資産バランスに投資をした場合となっております。この結果はですね、オルカンの方が486.2万円、8資産バランスが332.2万円と、 どちらも元本の183.3万円を上回る結果となりました途中高評価額が大きく下がったりですとか元本を下回ったりしている時期もあったんですけれどもそんな時もこうコツコツと続ける需要性というのがお分かりいただけるデータかなと思っていますこちらはグラフ変わりまして先ほどと同じ期間の15年毎月1万円で積み立て投資をした場合です 毎,に毎月1万円と毎日500円、えー、どちらも元本合計が180万ぐらいで同じくらいになるんですけれども、15年間投資した評価額っていうのもほぼ同じくらいの成果となっております。ぜひ見比べてみてください。積み立て投資始めてみようかなという方から、毎日と毎月どちらで投資した方がいいですかっていう質問をよくいただくんですけれども、毎日でも毎月でも積み立て投資の効果が,効果があるというのはこのデータからお分かりいただけるのかなと思います。 ご自身はどちらに向いているのかなどちらが合っているかなという観点で決めていただけたらと思います。で続きまして、こちらは金額を増やしたバージョンを2つご紹介したいと思います。元本を増やすということは、それだけ福利の力も大きくなるということですので、こう日々の生活からもう少し投資に回せる余裕があるなという方は、こちらのデータをイメージとしてお使いいただけたらと思います。こちらは一、えー、つ目、毎月3万円投資をした場合です。 毎月3万円の投資を積み立てを15年間続けた場合、えー、青い方の8資産バランスが977.4万円ピンクの方のオルカンが1432万円になりましたでこちらは毎月5万円投資をしていたらという方のシミュレーションですこちら元本の900万円に対して8資産バランスが1628.9万円オルカンについては2386万7千円という結果になりました この元本の900万円、もし単数預金に回してたら900万円のままで、きっと普通預金に貯蓄してたとしても、こう1000万円にも到達しないのかなと思うんですけれども、15年前からコツコツと前の足の時期があっても、コツコツと積み,立て積み立て投資をしていたら、2000万円を超える資産になっていたということをお示ししてます。これはあくまであの過去の実績で将来のパフォーマンスを保証するものではありませんが、お金に働いてもらって資産を増やすというイメージを持っていただけたら嬉しいです。 ここからは商品についてご紹介したいと思います。こちらをご覧ください。え先ほどから何度か名前が出てきております EMAX シスリムとはえ、こちらの13本のラインナップを揃えるインデックスファンドのシリーズです。あの、高山さんのセミナーで出てきた SP500 もラインナップの一つにございますで。このシリーズ、業界最低水準の信託報酬水準を目指すというのがコンセプトでして、まあ、これまでも何度も信託報酬、えつまりこう投資家の方が支払う費用の引き下げというのを行ってまいりました。 そ,んなそのような商品性もこうあのご指示をいただきまして、11月末時点でシリーズ全体の残高が3兆4000万円を突破いたしました皆。皆様のご愛顧に改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。オルカンと呼ばれている EMAX シスリム、全世界株式オールカントリーですが、その名前の通り、日本を含む先進国、新興国を投資対象としているファンドです。この1本で 全世界の株に投資ができるというのが特徴ですで、こちらのハチスバランスは日本と世界の株式に加えて債券と不動産投資にも投資をするというのが特徴です本日ご紹介したオルカーの方は7638億円ハチスバランスは1702億円と非常に多くの皆様から選んでいただいておりますこの2本はネクス証券さんでは特にこう初心者の方が最初の1本として選んでくださることが多いと伺っております 皆様から選ばれているスリムシリーズ、そしてインマクシススリムオルカン八資産バランス、これからもぜひ皆様の資産形成にご活用いただけたらと思います。そして本日のセミナーが参考になりますと幸いです。ご清聴いただきありがとうございました。続きましてはネクス証券のサービス紹介です。 ここからはマネックス証券の積み立ニーサをご紹介します。マネックス証券では積み立ニーサを100円からご利用いただけます。積み立て頻度は毎日または毎月からお選びいただけます。例えばこのような設定が可能です。ワンコイン程度の金額から積み立ニーサで毎日コツコツ投資が可能です。こちらはイーマクシススリム全世界株式オールカントリーに。 毎日500円で積み立てをした場合のシミュレーションです。積み立て期間は2018年10月31日から2022年9月9日です。この期間の毎日500円の積み立て効果はおよそ20万円でした。毎日のコツコツ投資が必ずこのような結果になるとは限りませんが、あくまでもこの期間の毎日積み立てのご参考としてご覧ください。 マネックス証券の積み立 NISA はお得に資産形成を行えます。積み立 NISA で投資信託の買い付けにマネックスカードをご利用いただくと、最大1.1%のポイント還元を受けられます。このように積み立 NISA の投資でポイントがもらえます。そして積み立 NISA で買った投資信託の保有でマネックスポイントも貯まるので大変お得です。 溜まったポイントは、投資信託の買い付け、ポイント投資にも使えるほか、Amazon ギフト券などにも交換ができます。積立 NISA を始めるには、マネックス証券の証券総合取引講座と NISA 講座を開設する必要がございます。講座開設は無料です。NISA 講座の開設は、マネックス証券のウェブサイトで NISA をクリックして、 このページで右側にある積立 NISA の申し込みボタンを押して手続きを進めていただければと思います。手続きの流れ、詳細はウェブサイトでご覧ください。こちらは積立 NISA の11月の月間積立契約件数です。e m a x i ス s l i m シリーズの米国株式 S&P500 や全世界株式オールカントリーが多くのお客様にご利用いただいています。 積みたて NISA でお得に資産形成をするならマネックス証券がおすすめです。マネックスポイントをもらいながらお得に積みたて NISA を始めませんかここまでご清聴ありがとうございました。 それではここから高山先生に質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけど、はい、えっとニーサ枠の非課税枠を最大限にするにはどうしたらいいんでしょうか。うんうん、教えてください。はい、えー、こちらですね、あのー、先ほどもちょっとねご説明したんですけれども、うん、あの現行のあのニーサ制度とそれからえ統合ニーサですね、二千二十四年からのえ制度のえこの非課税枠っていうのは別枠になっておりますので。うん えこれ投資枠、最大限にするためには現行の認査制度で一般認査ですね、こちらを120万円までやっていただいてそして2024年から1800万円こういっぱいいっぱいやっていただくとこれあの最大になるんじゃないかなとといいいうふうに思まますすありがとうございます金額にして2000万弱非課税枠使えるということでかなり大きいですよね。ありがとうございます、はい 次の質問なんですけど、はい、こう新ニーサ、a 積み立て枠と成長投資枠いろいろ枠があったりとかして、うん、何に投資したらいいか迷われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどどんな観点で商品をこう比べて選んんだらいいい、でですすかね。ね。はそう特に投資初心者の方だとわからないと思うんですけど初心者の方に気をつけていただきたいポイントとしてはこれあのちょっっとさっきあ…資料出ますかね。 こちらの投資信託ってあのコストがかかりますよというお話をしたと思うんですけれども、できればやはりコストが安いものっていう観点で、まずは選んでいただくといいのかなっていうところと、あとは、あのさっきこれもちょっと説明したんですけれども、あの、今って国内だけに目を向けるとなんかあんまり成長してないかなどうかなっていうのがあるとは思うんですけど、やっぱり世界に目を向けると成長している国っていうのはたくさんありますし、やはりあの全世界、 っていうところで広げていただくと、えー、成長をこう期待できるっていうのがありますので、まあ、できればこう全世界株式とかに投資をしているようなまああの御社の商品あのオールカントリーとかがまあいいかなとかですね<笑><笑>あとはあの分散投資すごい有効ですよとお話もしたと思うんですけれどもまあ自分で分散投資するのってちょっと恥ずかしいじゃないですか <laughs> です、ね、なので国際分散投資っていう観点からもまあ国内外の株とか債券とか不動産に投資をしているような商品っていうことで<笑><笑>まあこれも御社の商品になっちゃいますね <laughs> バランスワンドそういうような商品をまああの初心者の方は特に選んでいただけるといいんじゃないかなと思いますありがとうございます、はい、手前目そうですがスリムシリーズコストも低いので、はい、そうです、ね、おすすめいただいた条件にぴったりかなと思います <laughs> ありがとうございます続きまして質問ですね n i 口講座開設するとき証券会社どこか一つ選ぶと思うんですけど、うん、選ぶ ポイント選ぶ基準みたたいなものっってあったりしますすか、うん、そうですねこれはね結構あのいろいろな観点があるとは思うんですけれども例えばこう品ぞろえとかうん、うん、どれぐらいあるかっていうのもあると思うんですよねうん、うん、幅広い商品をラインナップされてるかなっていうことだったりとか、うん、あとはやはりあのお仕事とかで忙しいとかっていう方は、うん、まあいつでもねあの取引ができるとかうん、うん、いつでもねいろいろ情報閲覧できるという意味では、うんうん、例えばネット証券とかもいいのかなっていうのもありますね。 であとはやっぱりあのお得っていう意味からも最近はあのクレジットカードで積み立てとかを。 投資ができてポイントが作って、ね、みたいなのもあるんですよね。だからそういうこうお得な制度をまあやっているような証券会社そういうのもいいのかなっていうのもありますし、あ,あとはあのやっぱり投資初心者の方なんでうん、うん、初心者向けのコンテンツが充実してるかどうかっていうのもあると思うんですよね。で、あのやっぱりこう読みやすいかどうかとか分かりやすいかどうかっていうこともそうですし、うんうん、あと投資をしていく中でなんかこうよくわからないときにセミナーとかが あったりすると直接講師の方に質問ができたりとか分かりやすくなると理解も深まると思うんですね。ですので初心者向けにフォローアップしているようなセミナーがあるかとかコンテンツとかあとはまあフォローアップ体制例えばなんかわからないときにコールセンターが充実しているかとかそういうような観点で選んでいただけるといいかなと思います。ありがとうございます。確かにこう特に働く現役世代の方って窓口に行ったりとかできない中でもこうネットだけどこうオンラインでいろんな情報を提供してくださるところも多いと思うのでそういった ところでこう選ぶ基準に一つなるのかなと話しきって思いましたありがとうございます、はい、いと続きまして、はい、今こう始め方とかどういう基準で選べばいいかってお伺いしたんですけど、はい、具体的にどれぐらいの金額で始めたらいいのかなってきっと迷われる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい どんな感じで投資すべきですかね。そうですね。これ難しいところだと思うんですけど、うん、まずは、あの、貯金が全くないという方は、うんうん、やっぱり生活費の3ヶ月から6ヶ月分ぐらいは、うん、まず予貯金で準備していただきたいですね。うん、やっぱりそうじゃないとね、なんかいざでった時に、<laughs> そうですね。そう、あの、全部投資に追い込むっていうのはちょっと危険かなと思うので、<laughs> うん、まずそこは目指していただきたいんですけど、うん、その先なんですけど、あの、初心者の方だと、なんか急にね、最初から何万円もやるって難しいって方もいらっしゃると思うので、怖いですよね。で、積み立て NISA って実は100 1コインからワンンコイからできるのでまずはワンコインからやっていただいてまず投資も経験するとすごいどんどん上手になっていったり暴落相場が来てもこれぐらいの値下がりなのかとか体感できるようになると思うのでまずはちょっと小額から始めてもらって投資経験積んできたりとかそういうふうになってきた時にもちろん資産形成っていうことを考えると やっぱり上限金額はね、まあ、そ,うねそうですね、積み立て金額は増やしていっていただいた方がいいと思うので、<laughs> うん、まあ徐々にこうね引き上げていただくといいかなって思います、ね、ありがとうございます。ますはい、将来も見据えつつ、まずこう小さい額からこう投資もこう自分で経験して勉強していくっていうのを、確かにお話し聞いてて大事だなって思いました、ワンコインからスタート。 そそううででですすすねねねやっぱり結構やってる方だと例えば手取り収入の2割とか3割とかを投資してる最最終終的的ににははしてるっていう方たちもいらっしゃいますので徐々にステップアップできるような形で積みたて n 始めていただきたいですね。そううですすねありがとございまこちら最後の質問なんですけど積みニてズはこうお得な制度って始めるタイミングはいつがベストなんですかね新しい制度始まるまで待って始めた方が いいそうですよね。そういうふうに、あの、やっぱり思う方もね、うん、多いのかなと思うんですけれども、あの、これもさっきは、あの、申し上げたように、えー、現行の、あの、制度っていうのは、この、その非課税枠っていうのは、この、新しく始まる制度と、別枠になっていますから、やっぱり、あの、こう、非課税を利用して、少しでも、こう、お金をね、増やしたいという方は、もう、待たずに、もう、すぐにでも、始めていただいて、えー、お利でね、やっぱりお金を、こう、やっぱり、長くやればやるほど、やっぱり、ふ利でも、お金増えていきますし、 しさっき言ったように投資経験っていうのも積まれると思いますのでもうこう待たずにできるだけ早くやるっていうできるここがポイントだと思います今すぐ始めましょうとありがとうございます <laughs>、はい、はい。それではこちらで質疑の時間終了とさせていただきます高山先生ありがとうございましたありがとうございました